元飲み行くやつの恥ずかしい。刺して行けって言われてるんで、相手もあんま飛ばない。でも1位維持しておく。俺の友達いるから俺らできるよ。まだ1位。すごい。言わないよ、山西。山西すごい。合わせよ。桜なわけないだろう。なんで届けよ。桜あげる。あ、もうもらった。あ、でもいい。まさかのさ。もうみんなにあげたから。ネットにハマるとかあるんですよ。俺も結構恥ずかしいんで、やっぱり二人きりになると結構喋れるんだけど、うん、仲良くなるに時間かかるよな。携帯越しだと強いんだけど。花火だ。いいじゃん。ダンスだ。優しい。優しいね。優しいね。ツンデレ。ツンデレなの。優しい。こういうやつは無視しとけばいい。アイテム投げて。ダメダメ。いや可愛いもんだって。やだやらない。ハートありがとうね、みんな。じゃあ、やったぜ、やらない。でも、あいつ、すっげえ会社変えないでさ。そういう投げ方する人嫌い。わかる、これ。こっち俺、いるよ、ほんとに。どういう人がタイプでした？え、してません。してない。してない。やだ。どういう人がいいですか？僕のね、過去の人は身長が、いや、これ全然いらない。身長が高いとこがいいって言ってた。顔はタイプじゃないけど、身長高いとこがいいって言ってた。どんな人がタイプ？どんな人が？ないの？普通な質問だけどね。でも私身長だよ。私は身長だよ。よっとせ。顔。顔。じゃ一番可能性あるわ。顔は身長だから。顔結構顔と身長。顔も。結局顔。やっぱ結局顔定額よりも。仲間さんと乗り込む。クッソやん。行ってもいいけど。ああ、そうだね。俺ぐらいの人にこう降りちゃって。また
みんなのこれ LINE するの見守りたいらしい。ねえ、ユウの仕事始まった。今仕事始まったら仕事来てる。ユウの送ってみて、ゼロワンが呼んでるよって。ユウの面白いな。負け癖悪いけどな。怖い。だから可愛いから帰らせようとするの、ね、うちのアンチが。それどうする？何？会った時でも。なんか良かった？ハマってないけど悪くて。なんかめっちゃ鎌倉の。めっちゃ鎌倉。鎌倉。だから一回送ったの俺。じゃあ俺さ決まる鎌倉しに行こうや。言った俺。そしたら。いや、それはおー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 あ、ねーね、すごい。あ、まあ、そういうことある。本当に行くの？本当に行くの？ねっつって言って、絶対に色知ってんだけど、あ、すごい、すごい、生きてる。何してもあの、待って、待って、まあな、友達になるから険しい道のりが俺にも見えてきたけど、俺やってみて。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 やってみいいね、それがどうこうって言わなくていいよ。何でも俺ちょっと、なんか妙に説得力がさあるって感じで、俺もなんか大丈夫だね。もう一回あるの？もう一回ある？こんばんは。もう一個吸っていいから、もう一個吸っていいから。電波悪いね。あげるからね。そう？メンソールね。メンソールか。超ファイル。疲れた。今気持ちいいんだから、今やらない。ゆうちゃん、なんか食べな。なんか食べなね。俺も知らない。みんな知らない、みんな。あー、みんなみんなライン送るふりすんだよ。電波悪くないよ。悪くない。ほら、みんなだ。タイプいるよ。おいしい。含めてポリクリだと4人じゃないか。ポリクリ。ゼロワンさんはどういう人が入ってるの？沖縄出身の人。ああ、これ、ゴルフめっちゃ入れたから。ゴルフミルク。ゴルフミルク。どういう人？いや、あ、僕、ゴルフ苦手。苦手食べてます。自分のことが好きな人。人にします。だから結構ね、あの傷つくのが嫌だから、あの自分のことを好きになってくれた人を選べばさ、傷つかないでしょ。だからそうしてるんですよ。自分が好きにならないとね。だから好きになってくれた人を自然に好きになる。そしたら傷つかないでしょ。ダメ、愛子さん。自分があんま人を好きにならないんだよ。受け身なんですか？受け身とか好きになる瞬間ってどういう状況？気がついたら？なかなかなくて、だからリスナーさんとしか付き合ったことないから、だからリスナーさんが好きなんだよ。じゃあ絶対の愛が欲しい。もう33だから、もう落ち着きたいよ。もう遊びとかよりも落ち着きたいって。へ
嘘嘘なんで実際やりまくるだったら俺さこの子とさ配信外で遊んでるよね。遊びたかったら配信外で遊んでないんですか。遊んでないよ。嘘、配信外で遊んでないよ。ずっと配信してるもん。本当だよ。配信外で遊んだ人いるなら出てきてほしい。誰とも遊んでない。すごい。昔はそんなことあるけど、最近はもう遊んでない。あ、付き合う時だから、例えばこういう感じで、例えば連絡先とか交換したら、いや、わかんない、はい、みんな東京組ですか。あ、名古屋とかは一人暮らししてるから、よかったら遊びにおいでや。行っていいんですか。行っていいよ。ホテル代かかる。ホテル代かかる。部屋知ってる、あの動画で動画とか。そう。2LDK だから。綺麗だよ。簡単。あれ女の子。何？何これ？何？何これ何これ違う違う家にいた子家にいた子と別れたんだ。その子はブーちゃんでしょ多分。これ何お帰り大丈夫一回会ったりとか長くなったらいいよ。いや、リスナー減ってないでしょ。どういうこと。わかんないよ。聞いてて聞いてて。どれちってない。私もわかんない。私も俺のチンコって高いんだけど。え？高いのってどれちんって言うの。あのぐるぐる回る。ドリルみたいな。そう。自動的に。ぐらいでかい。いや気持ちいいんだよ。妙が盛り上がってる。妙がは日本人の7割って方形なんだけど、俺も火星方形なんだよ。見たことあるでしょ、ちんちん。ちょっと皮かぶってる。でも皮が抜けないのは神聖なんだけど、俺はちゃんと抜けるから。そう。カフェはおかしくないんだよ。うん、え、カフェの方がいいよ。多くね。しかも。え、やだ。カフェの方がいい。なんで？え、ズル向けなんだよ。え、ズル向けの方がいいじゃん。いや、ズル向けは色が汚いよ。黒いよ。でも僕は。あの普段守られてるから何に守られてる。綺麗なあ変わらない。色が綺麗なんだよ。見たら分かるけどサーモンピンクなんだよ。綺麗な方がいいじゃん。で俺色も白いんだよ。肌弱いけどだから綺麗だよ。色素が薄いから乳首も綺麗だよ。毛が生えてるけど。ちょっと毛深い。これこれ好きなんでしょ。これこれさ。これこれ大好きだよ。毛は好きじゃない。毛は好きじゃない。毛は好きじゃない。人が好き、人間が好き。5年ぐらいも面白いもんね。すごい。難しいじゃん。プレゼントを送る？誕生日とかプレゼント。
ハハハハ。